ございます。フォレックス TV ニューヨークのレミです。2月25日月曜日の朝の為替レポートをお伝えします。25日のアメリカ株式相場は小幅な動きで取引が始まりました。アメリカ中古住宅販売件数は予想を上回る内容だったことから株価も買い優勢となりました。ダウ平均は午前10時20分現在、前日27ドル19セント高の1万2408ドル13セント、ナスダック総合株価指数は 8.95 ポイント高の 2312.30 で推移しています。先ほど発表された1月のアメリカ中古住宅販売件数結果は予想を上回る489万件でした。12月の件数は489万件から491万件に修正されました。ニューヨーク外国為替市場で円相場は前日比50銭円安ドル高の107円60銭から70銭で始まりました。アメリカ中古住宅販売の結果が交換され、為替市場でドルが買い戻されています。現在ドル円は107円90銭まで上昇し、現在107円89銭から91銭で取引されています。ユーロ円相場は159円82銭から85銭で取引されています。中古住宅販売件数は予想を上回ったが1999年の以来の低水準でした。今週は1月の卸売物価指数や一戸建て住宅販売など重要な指数も相次ぐスケジュールです。以上、フォレックステレビニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報についてはフォレックス TV ジャパンをご覧ください。